中華街もこんな全然いいけど、うわー心眼だるいな、うわー解読が早い、いきます、うわここスタートか、だる、うわ近いぞ、近いけど遠くに行くと、祭司か、うわこっち祭司おっていいんかな、ダメな気すんな、ですよね、2個目使えワープ、早く使え、はぁーマジ終わってる、やばいぞそれ、さすがに終わってんの、やべー重すぎる、きついなこれかなり、もう歩くだけでええやんこんな、やべえな、かなりやばいっす、でかでかすぎ、コナン動きラストにする、ヒントだよ、スラタムか、いいよ、電車バイバイ、オッケー、まだ8割でもないな、向こうの暗号機新規で回すかな、回しますね、であれば、ヒントだよ、うわうめえそれ、救助がバカうまい、
消しカーがいたんちゃうそれ。だるいな。毎回。あ、ミスってる。それは。さすがに間に合わんな、反対側ゲートは。ここか、あっちか。間に合わんな。ご視聴いただき誠にありがとうございました。良ければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また他の動画もぜひ見てくださいね。それじゃあバイバイ。充電後のパペットの置き方がいまいちわからないです。あー、サバイバーの位置によるんですけどね。基本的とりあえずはパペットを2体とも暗号機の片方に置いとく、1体ずつか2体とも同じゲート前に置くかが強いです。どっちか。パペット2体ともゲート前に固めて置いといて、反対側ゲートは2人で来ないと開けれないようにしといて、片方のゲート側を本体で守りに行くみたいな。